しぶりです。今2時間半ぐらいかけて出てきました。道にめっちゃびしょびしょになった。さっきまで雨降っててびしょびしょですね。タケノコの皮むきがとても大変なので安藤産業さんでタケノコの皮むき器つるたけくんを購入しました。これを使って皮をむいていきたいと思います。では組み立てていきましょう。結構重たい。足ですね。足が入ってた。すごい重たい。内容はこんな感じです。滑り止めシールがあるのがそこで、このように並べます。これにこれを置いて穴を合わせ、片手でやるもんじゃない。いや、こっちから止めちゃうか。こう。ギュッと締める。この手が重い。こんな感じ。すごい。こんな感じですね。うん。良さそう。ちょっと早速使ってみましょう。ハンドルの方にタケノコの先端、こっちの先端の方をが来るように。置いてゆっくり巻く。こう押さえて。おお。うわー。すごい。すごっ。ほら。これさ、みんなも見て、じゃあ多分買うと思うよ。わお、すごいね。おお。